両陛下は午前11時半ごろ、御所でルワンダのカガメ大統領夫妻を出迎え、握手を交わされました。ルワンダは1990年代に内戦や大量虐殺がありましたが、その後、日本が経済や技術の面で支援したこともあり、経済発展を遂げています。大統領が支援に対する感謝を述べると、陛下は、 両国の協力関係がさらに発展することを願っていますと応じられましたまた陛下はアフリカ全体として最大の問題は何ですかと尋ね紛争問題を挙げた大統領に要因は民族問題ですかと重ねて質問されました大統領がテロや中東情勢の影響についても説明すると陛下は熱心に聞かれていたということです